まだ試合は始まっていませんが、リーグトップスコアラーの姿が見えています。皆さんこんにちは、西岡明彦です。サッカー中継へようこそ。解説の福西崇史です。今日はよろしくお願いします。本日の試合はトッテナムホットスパー対ベガルタ仙台のカードです。この試合は注目の一戦になりそうです。今回の移籍市場で新天地に移ったセンターハーフの選手がピッチに立ちます。福西さん、移籍初戦はやはり気合が入るものでしょうか。早くチームに貢献したいという気持ちは強いでしょうね。気合が空回りしないようにしたいですね。こちらがトッテナムホットスターの先発メンバーです。今日は攻撃的な 4-4-2 です。トップ下が2人のフォワードをサポートします。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。かなり昔に流行した 4-2-4 ですね。 4-4-2 よりもサイドの選手が高い位置を取ります。トッテナムのキックオフです。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。香川真司、素晴らしいスルーパス。ゴールを狙う。ここはシュートチャンス。キーパーのファインセーブ。ひとまず危険ない。素晴らしいタックル。ピンチの芽を摘み取りました。こんなことを言うと怒られそうです。チャンバース、これは惜しい。コーナーからチャンスを演出しました。相手のキーパーも一瞬ヒヤッとしたでしょうね。シュートを狙う。コーナーからゲームは再開です。中に入れた。決めました。これは大きな勝ち越しゴール。大健闘じゃないですか。試合前は逆の展開を考えていました。このまま行くと予想を覆されそうです。このゴールは見事です。ビルドアップも丁寧でした。見事な得点でした。この右サイドからのボールは武器になりますね。前半9分、試合が動き出しました。ロマン・ゾブニン、ロドリゲス、香川真司、小川亮也。タッチラインを割りました。スローインです。シソコ、さあ上げたい。中の選手にクロスを入れた。前に出しました。これはもったいない。ボールを失いました。ソン・フンミン、さあカウンターで一気に行きたい。中にクロスが入った。見事なヘディングです。ヘディングでのゴールです。頭でしっかりボールを捉えてますね。今日はもう完全に乗っています。ハリー・ケイン、エメル・トプラク、ボールがフリーになりました。サイドへ展開します。
いいクロスが中に入った。ここはキーパーが簡単に抑えました。サイドにスペースが空いています。クロスを中央に入れた。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。中野義弘、タックルが決まりましたがスローインです。これはどうなりますか。このパスはカットされました。見事なスルーパス、入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。ここはコーナーキックになりました。チェンバーズ、コーナーからの得点はならず、枠を捉えきれませんでした。いいボールだったんですがね。セットプレーはチャンスですね。シソコ、ロマン・ゾブニン、アドバンテージです。続いています。トッテナム、ソン・フンミン、滑っていく、どうだ。カウンターアタックのチャンスです。フィールドの中盤でボールを奪いました。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。低い位置でボールを受けました。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。シソコ、素晴らしいスルーパス。ここでスルーパスを狙う、走り込んだ味方にスルーパス、ゴール決まりました。キーパーと2対1の状況になりました。ラストパスを落ち着いてゴールに流し込みましたね。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。シソコ、前半終了です。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。ジョン・ストーンズ、ロマン・ゾブニン、ロドリゲス、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ジョン・ストーンズ、ボールがこぼれました。ここはスルーパスが味方に通る、バーに当たった。ボールは生きています。シュートは枠に当たった。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る。可能性があります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。素晴らしいボールです。まだ距離は。ここはゴールならず、強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。この選手ですが前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。最高のボールが出た。ゴール、ゴール、ゴール。3点目。もうどうしたって止まりません。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。
チャンスをことごとくものにしています。大量リードを許した状態で再びキックオフです。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ちょっと消極的なパス回しです。これはカウンターのチャンスです。カウンターのチャンスを決めて、ここはシュートチャンス。ボールを抑え込みます。福西さん、ベガルタ仙台の次の試合ですが、どう思われますか？次はリバプールです。 FA カップでの対戦ですね。これは展開を読むのが難しいゲームでしょう。クリスチャン・エリクセン、キーパーからのゴールキックに変わります。トッテナムでは選手を交代します。見事なスルーパス、ポストに当たる。まだインプレーです。振り抜いた、ゴールキックとなりました。もう少しずれていれば入ったでしょう。惜しいシュートでした。パスコースにはディフェンスがいます。中にクロスが入った、いいボールでしたがここはクリア。タッチを割ってスローイン。トットナムに選手の交代があるようです。中野義弘、中央へのボールはクリアされました。キッカーがコーナーに向かいます。コーナーからエリア内へ、いいボールを入れてきましたがここはクリア。トッテナムのスローインです。トレント・アレクサンダー・アーノルド、チーロ・インモービレですが、リバプールへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはラツィオです。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。スルーパスが味方に通る、シュートを打ってきた。見事なセーブ、入れさせない。さあどこを狙うのでしょうか。ボールを入れた、このボールは相手にクリアされました。いいボールを送りたい、打ってきた。このシュートはブロックされました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。素晴らしいパス、見事なゴールです。上隅に決めました。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。違うアングルから見てみましょう。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ハリー・ケイン、ソン・フンミン、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。このパスはダメでした、通りません。さあスタジアムのテンションが上がります。ここでホイッスル、ベガルタ仙台が見事な勝利を挙げました。今日は素晴らしい活躍でしたね。ハットトリックは最高でしたね。勝利に大きく